二三歳的キャキ論ロンの13回目です。えっとですね、あのー、前回、ラグランジュ緩和って話をしていて、まあ、その続きになるんですけれども、あその前に、あの、二つぐらいちょっと、えっと、言っておきたいことがあるので、えっと、言うんですけども、ちょっと待ってね、進まなかったですね、画面がね。画面を進ませたいんですけども。はい。えっとですね、まあ、こんな感じで講義やってきてまして、えっと、今日は13回目ですね、ここですね。 で、えっ、ー、と、授業としては来週でおしまいになりまして、えっ、ー、と、一応ですね、あの皆さんのもとに、あの、授業評価アンケートのお願いというような形の、あの、あの、メールがいってると思います。で、まあ一応ですね、あの、最終回の授業の時にやるという形にも一応なってるので、あの、その、次回ですね、あの、そのような時間を設けたいと思いますので、まあ、あの、教室にいる人は、えっ、ー、と、 そのアンケートがどこだったかなっていう、あの、どこにアクセスするとアンケートになったのかなってことは、ちょっとあの、次回、えっと、そのようなつもりで準備をしてきてください。で、えっと、遠隔の人はですね、えっと、まあ、その場でメール見れると思いますので、えっと、それに従って、あの、 この授業の評価アンケートに、このまあ授業時間中に答えてもらうというのが良いかと思うので、そのつもりでいてください。はい。で、もう一つは、えー、っと、これ,これ,これ再来週になりますけど、1月31日に期末試験を行います。で、これは、あの、 遠隔で行うことはできないので、教室に来てください。教室はですね、西八号館の1階の、えっ、ー、と、多分これ中高技術って名前だと思うんですけれども、そちらの部屋になりますので、そちらの方に必ずこの時間にですね、直接来てください。よろしくお願いします。というのが連絡です。はい。で、それで、えっ、ー、と、このラグランジュ緩和の話、2回目やっていくんですけども、まずはですね、あの、前回ちょっと、どういう感じのことがラグランジュ緩和、 で、あったかということと、それで、あの、今日何をしたいのかってことの復習をしたいと思います。で、それをやっていくということになります。じゃあ、まず復習からしましょう。 ということになります。えっ、ー、と、ラグランジュカは、まあ、一般的にというか、あの、えっ、ー、と、こういう感じの話でしたと。今、これ、整数計画問題というのがあるんですけど、まあ、これ解きたいわけですね。で、まあ、あの、今、この等式制約があるんですけども、その一部、まあ、この A2X イコール B2 と書いてある部分、これをですね、あの、緩和するというか、のこの部分だけをなんか取り出してなんかするっていうのが、えっ、ー、と、今やり、やりたいことです。で、どうするかっていうと、これを、この部分をですね、この、 その、制約の、で、その時にですね、このなんか、この係数つけるんですけども、これちょっと前回言わなかったので、これちゃんと言っとくべきだったなっていうふうに思ったんですけども、えっ、ー、と、この係数、まあ、ここではこれベクトルになってるんですけども、この、えっ、ー、と、この場合、ラムダで書いてあるもんですね、これをですね、の、ラグランジュ乗数とかですね、ラグランジュ乗数とか、えっ、ー、と、ラグランジュ係数とかって言ったりします。まあ、乗数、乗数っていう方が、 多いと思うんですけども、まあ、ラグランジ係数ということもあるかなっていう気がしますね。まあ、常数かなっていう気がします。だから、常数っていう日本語、あんまり聞き慣れないかもしれませんけども、まあ、普通こういうふうに言うという感じです。で、まあ、それをかけまして、それをかけまして、えっと、この制約ですね。今、これ、あの、A2X イコール B なんですけども、えっと、まあ、これをですね、えっと、まあ、形式的にというか、なんか B2-A2X イコール0だと思って、まあ、これをここに書いているということですね。 はい。でですね、えっ、ー、と、ちょっとあの、細かい話はあって、細かい話なんだったかっていうと、今ですね、あの、これ、あの、投資機、 の場合には、まあ、こういうふうに持ってきたときに、このなんかラムダに対してこれ制約ないんですけども、なんかこの、えっと、部分のですね、この、えっと、制約が、不等式の場合にも同じようなことができて、で、不等式の場合には、このラムダがですね、0以上であるという、えっと、制約というか、その条件がついてきたっていうこと、話があったというのが、ちょっと、あの、前回ちょっとやったことです。はい。で、それでですね、まあ、このように作ったもの、こちらの右側の問題、このことをラグランジュ緩和と呼ぶということになります。で、ラグランジュ緩和なんですけども、これはその、 今、このラムダっていう、この先ほど言ったこのラ,ムラグランジュ乗数っていうものを使って、えっと、この目的関数を作ってまして、このラムダのというベクトルによって、 この目的関数が変わってくるわけです。ということなので、まあ、このラムダは依存する問題ができたという形になるので、えっ、ー、と、この L ラムダという形でここで書くという形にしています。で、それでですね、まあ、気分としては何なのかというと、えっ、ー、と、この元々ですね、この P という、この左側の問題においては、A2X イコール B2 という制約は満たさなくてはならないもの、 だから制約だったんですけども、それをですね、右ではなくして、なくした代わりに、この目的関数の方に持っていってるという形になっていると。で、これはまあ、気分としては、この目的関数に、その、えっ、ー、と、ま、制約にかわ元々の制約に関わる項を何か付け加えることによって、これがですね、えっ、ー、と、元々の、えー、と問題において乱されないことが、この、えっ、ー、と、ラグランジュカマにおいては、罰則、ペナルティのような形で書かれているというふうに思うと。 いう、あの、直感だったというわけです。で、実際に、あの、証明できたことは何だったかというと、この、えっ、ー、と、B に、えー、なんだっけな、このラグランジュなんですね。ラグランジュ緩和の最適値っていうのは、えっ、ー、と、左側の元々解きたい問題の最適値の可解になるって話だったわけです。はい。それ前回証明したということですね。はい。で、えー、あ、それここで書いてください。性質ですね。 共に最適化を持つんだったら P の最適値。左側の問題の最適値は右側の問題の最適値以上になりますよ。と、つまり右側のラグランジュ緩和の最適値は P の最適値の可解になるということでした。 で、まあ、その、かかりになるっていうその関係はですね、あの、P という問題に対して、あの、線形計画緩和を作った時にも同じような性質があったわけですけども、えっと、まあ、なんか、線形計画緩和の作り方っていうのは、この、なんか、性質計画問題があったら、ある意味で、その、1位にですね、このように作るんですよっていうような方法が定まっていたわけなんですけども、ラグランジュ緩和の場合には、まず、この、ラムダによって違う問題ができるっていうこともありますし、今、この、A2X イコール B2 っていう制約を、この、あの、 ペナルティーとしてこう持ってきてるんですけど、けども、まあ、別にそれはですね、HX、AH、イコール B1 っていう方をなんかあの持っていっても別に、あの、ラグランジュ緩和という問題がこ、まあ、できるわけです。で、そのような形で、あのどの制約をその罰則、ペナルティーとし、みなすのかということによって、ラグランジュ緩和として違う問題が,ができたりします。で、そのよう,なような形でですね、ラグランジュ緩和というのはすごく柔軟に作れるという、いい性質が、いい性質というか、あのそういうのが柔軟性があるという部分が特色になります。ただ、あの、 今ですね、このラグランジュ緩和見ていただくと、このですね、整数制約っていうのはこのそのまま今残っているわけです。で、えっと、まあ、第1回目の講義とかで,ですね、まあ、ずっとこのやっていた話は何だったかっていうと、この整数制約があることが、このなんか難しさの根本だったというふうに言っていたはずだったので、そのなんかラグランジュ緩和を作った時に、この整数制約これ残ってると、このラグランジュ緩和はこれでは解けないんじゃないかっていうような、ま、気がするわけです。ただ、あの、ある場合には、 えっと、このラグランジュ緩和が非常になんか気持ちよく解ける場合があったりして、まあそういう場合にはこのラグランジュ緩和は非常に有効でしょうというような話になっているということなわけです。で、えっ、ー、と、それはこの緩和問題に求められる性質、要求される性質で、えっ、ー、と、まあこの初めの2つは、まあ、す,あのすぐにわかるというか今まであの紹介したものですけども、この最後のですね、先ほど言った、この緩和問題の方が解きやすいっていう性質が欲しいわけです。 で、そのような例として、えっと、前回挙げたのは、巡回セールスマン問題に対する、一つのラグランジュ緩和を作る方法だったわけです。あ、すいません、その前に。えっと、ラグランジュ緩和ですね。ラグランジュ緩和は、元々のこの問題に対する最適値の可解を与えることができるわけなので、そのような可解として、最も良いものを求める問題っていうものを、このラグランジュ相追とか、ラグランジュ相追問題と言ったりします。つまり何かというと、この上のこのですね、ラグランジュ緩和ってこの問題、 の最適値を最大にするようなラムダは何でしょうという問題です。で、これのことを、えっと、P のまあラグランジュ相対問題と言ったりしますということです。だから、まあ、気分としては、本来このまあラ,グラグランジュ相対問題、これが解けるとですね、嬉しいわけです。これが解けると、この P という問題に対して、すごく良い加害が得られるという形になる気がするんですけども、まあ、実際そうであるということになります。で、今日やるのは実際このラグランジュ相対問題っていうのをこれ解こうっていう話になります。 はい。で、えっ、ー、と、そのような、えっ、ー、と、ラムダスターですね。そのようなっていのは、つまり、このラグランジュ相対の最適解を今、ラムダスターとしたときに、ラムダスターをこのラグランジュ上数として持ってきたラグランジュ緩和のことを、まあ、最強ラグランジュ緩和と呼んだりします。ちょっとあの、今回の表題、最適ラグランジュ緩和っていう風にしていて、ちょっとなんか、えっ、ー、と、用語が、 ブレてるんですけども、まあ、最強ラグランジュ緩和ということの方が多いかな。なんか、ちょっと、あの、シラバスを作るときにあんまり深く考えずに最適ラグランジュ緩和っていう,うに書いてしまったんですけども、まあ、最強ラグランジュ緩和というのと最適ラグランジュ緩和という用語は、ま、同じような意味だと思ってください。ということで、まあ、今後はちょっと最強ラグランジュ緩和という言葉をつく使っていきます。はい。ということで、この LD という、このラグランジュ相通問題の最適解を知りたいんだっていうことが、ま、今日やりたいことの、あの、内容になります。 で、えー、っと、ここまでいいでしょうか。はい。で、それで先ほど言っていた、えー、っと、その、巡回性ース版問題については、この、ラグランジュ緩和問題、ラグランジュ緩和っていうのが、割と、あの、すっきり解けるんですよっていう話、あるいは、そそすっきり解けるような、ラグランジュ想定問題じゃなくて、ラグランジュ問題て、話を前回、えー、っと、真ん中の部分というか、最後の方でしたということになります。 で、それが何だったかっていうと、このなんか一期っていうのがあるんですけども、まあ、それを使うことによって、あの、解けるようなラグランジュ緩和が作れたという話が前回あったというわけです。で、これはそのヘルドとカープによる古い論文、70年代の初めぐらいに出てきた論文に、まあ、書いてあるものです。まあ、巡回セーマン問題の、あの、研究によっては非常に重要な役割を果たしている論文なんですが、 まあ何だったかというと、なんかラグランジュ緩和をなんか作るとですね、それがなんかその、なあの、最小重み一気問題っていうものになんか、帰着されるわけで、で、その最小重み、あの、一気問題っていうのは、なんかこのクラスカル法みたいなものを使えば、あの、解けるということになっていって、あの、嬉しいですねっていう話だったということで、ちょっとこれ細かい話は、えっと、今日はしない。えっと、前回やってますので、前回の内容をちょっと復習してくださいということになります。 ということで、まあ、ラグランジュ緩和問題は、この、あの、巡回性質版問,問題の時には簡単に解けるので、まあ、それを使って、えっと、実際は、このラグランジュ相対っていう問題を解きたい。つまり、この最強ラグランジュ緩和っていうものが欲しいわけです。で、そのための、だから、この、えっと、このラムダスターですね。ラムダスター。つまり、そのラグランジュ緩和によって得られる価格として一番大きいものっていうのを、どのように求めるのかってことを、今からやっていくと。 ということになります。だからこれはなんかその別の最適化問題、先ほど言ってたそのラグダン受走対っていう問題を解くことになるわけですけども、これはですね、あの案外ややこしいです。で案外ややこしくって、今からやって話はですね、どちらかというとですね、どちらかというとって言い方がい,いかな。えっと、雰囲気として、雰囲気としてはですね、非常になんか連続最適化っぽいような、えっと、味わいになります。 で、まあ、あの、それで、ま、やっていくんですけども、で、まあ、この授業、あの、離散最適化基礎論ではあるんですけども、まあ、そういうなんか連続最適化っぽい話をすることになると。で、前にもちょっと言ったかもしれませんけども、まあ、なんかですね、このなんか連続最適化とかですね、離散最適化っていう呼び方をなんか我々することがあるんですけども、かそういうようにですね、えっ、ー、と、まあ、人間はすぐに分けたがるということで、ただですね、えっ、ー、と、別にその我々はあの、問題を解きたいだけなので、別にそういうその、あの、 なんか、これは連続であるとか、これは離散であるとかって言ってですね、分けてですね、これは離散だから、あの、ちょっと連続の人、あの、勘弁してください。ちょっと、あの、よそに行ってくださいとかですね、これは連続だから離散の人手を手出しをしないでくださいとかっていうふうにですね、言ってる場合ではないんですね。だから、まあ、使えるものは何でも使うべきであるし、まあ、実際そうなってるわけです。で、ここで今から、あの、ご紹介するのは、この列購買法と呼ばれる手法なんですけども、まあ、これは、その、 まあ、いわゆる、あの、連続最適化っぽい手法ではあるんですけども、まあ、こういうものもですね、どんどんちゃんと離散最適化に使っていかなくてはならないと。しかも、こういうことがですね、もうすでに1970年代に行われているわけです。で、なんかその、連続だ、離散だとかっていうふうに、まあ、区別してるのがよろしくないっていう、あの、気分ですので、あの、皆さんもですね、いろんな問題に、あの、 あの、取り組むときにはですね、あの、これはこういう問題だからとかっていう、なんかその先入観をあんまり持たずに、あの、使えるものは何でも使っていってほしいなっていう気がします。はい。それではですね、この、あの、話を進めていきたいと思いますで。そのためにはですね、まずそのラグランジュ緩和というものの性質をもう少し詳しく見ていきたいなというふうに思うので、まずそこから始めていきたいと思います。はい。で、それをやっていきましょうと。で、えー、っとですね、先ほど言った通り、このまあ、ラグランジュ緩和、 これあるわけですけども、で、このラ,ラムダっていうのが、えっと、ラグランジュ乗数なわけですね。で、これの最適値を、まあ、簡単に求められると嬉しいと。で、先ほど言ったように、その巡回性質版問題の場合には、最適重み一時最小重み一期問題というような形で、それを解くことによって、このラグランジュ感は簡単に解けるという形になっていた。 というわけです。で、まあ、その最適値はですね、このまあ、あラムダに依存するわけです。ので、その最適値をですね、今後この G ラムダって形でっと表すことにします。だからちょっとま、あ式で書くと、この場合はなんですけども、式で書くと、まあ、G ラムダ、ちょっとラムダ太字にしたいんですけども、G ラムダっていうのは、この、えっと、 c.x プラスラムダ点値 b 2マイナスえちょっとあの掃除はもう省略して普通に書きますけどもえっとこの最小値なんだけども条件が a1x イコール b1 で x が0以上で x はえっと整数を取るとなこういう形でまあそこのえっと g ラムダっていう値は定義されるというふうに思ってくださいちょっと何書いてるんだと思われるかもしれませんけどもあのあの この上に、この左上に書いてあるの、これはその最適化問題なわけです。今、ここに書いてあるこの右辺ってのは、これは値です。値です。この関数の最初、えっ、ー、と、ここに書かれてる、あの、えっ、ー、と、値、値の最小値、値の最小値って変ですね。ここに書かれてるものの最小値なんだけども、その値として取り得る、値というかそのえっ、ー、と範囲として取り得る条件が、この、あの、縦棒の横に書いてある。と。 だからこの min っていうのはその最小値を取る演算というか操作というかそういうものを表していると思ってください。上はただの最適化問題の記述であって下はこれは何か一つの値を表しているというふうに思ってください。で、えっ、ー、と、その値のことを g ラムダと、だからこれはそのラムダに依存するという形で g ラムダっていうふうに置きましょうというのがここに書かれていることです。よろしいですかで、これはだからこのラムダに、ラムダに、ラムダを引数とする関数、 なわけですね。で、ちょっと、あの、忘れてるかもしれないんですけども。えー、っと。これはなんか、あ,あとで、なんか、書くのを間違ってる記なんか、あとで、なんか出てくる記号が間違ってる気がするんですけども。えー、っと、A2 とか、これは A2 はですね、えー、っと、M2×N 行列。で、B2 っていうのが、えー、っと、M2 次元ベクトルかな。こんな形で確か、あの、初めに書いてあったと思います。ちょっと戻りますね。 どこまで戻るか。ここら辺ですね。ここですね。そうですね。A、A に、A には M2×N 行列で、B には M2 次元ベクトルというふうに書かれていて、で、そうするとですね、このラムダは、これちょっと今見えませんけども、このラムダっていうのは、えっと、M2 次元ベクトルになっているとです、ね。 m2 次元ベクトルになっていると、なります。ということなので、先ほどのあの g というのは、これ関数なんですけども、ちょっと進みまして、ちょっとだいぶ進みまして、戻ってこれ、ね。g はこれ関数なんですけども、このこれ、g はその関数としては、その、えっと、ラムダの取り得る空間あ、ラムダが入っている空間、つまり、えっと、r の m2 乗っていうところから、えっと、実数、ra の写像っていうか関数になっていると。 いうわけです。ですかね。で、その、このラムダっていうのは、まあ、その、この R の M2 乗っていう、まあ、空間から取られているベクトルであるというふうに見ているわけです。G ってそういう関数であるというふうに見て、じゃあこの G っていう関数の性質をし知りましょうと、知りたいというふうにちょっと思うということを考えます。 でそれでですね、じゃちょっと、えっと、実際ちょっと例を見てみます。ちょっとこんな感じの例をちょっと作ってきました。だから前回の例があったんですけど、前回の例でちょっとうまくいかなかったので、ちょっと別、これ別の例を作っていまして、これ、まあどういう例かというと、まあこの整数計画問題として、2変数のあの x1、x2 という変数を持つものを考えています。で、えっと、何か目的関数があって、これ最小化するんですけども、なんか制約書いてあると。で、今ですね、えっと、この下に、のとに書いてあるのは、この、えっと、 制約から出てくる許容領域です。許容領域はこの、えっと、このかピンクで書いてある、これ7個です7個の、えっと、整数点から構成されてます。で、今ですね、この、えっと、X 1が2以下っていう部分があるんですけども、まあちょっとここに対して、えっと、この、あの、そ、そこの部分を緩和してペナルティに持っていってるという形にしています。ちょっとですね、あの、あの、なんだろう。 不等式の書き方とか、先ほどであの例で書いていたのはこれ等式制約だったのに、ここなんか不等式になっていたりして、で、不等式の向きもですね、えっと、これなんか最小化問題だったから本来はですね、なんか、えっと、ダイナリコールって形で書くべき問題なんですけども、だからそれが正大イコールになってるので、ここのその罰則の部分の書き方がちょっと、えっと、一般形の形とちょっと違う形で書いてるので、えっと、いけないかなという気はするんですけれども、まあこういうふうに書いてます。これは、あ正しい、 あの、ちゃんと変形して、あの、導くと、こういう形なので、えっと、これは正しいラグランジュ、ラグランジュ緩和ができています。で、この場合はですね、えっと、不等式制約なので、本来は、このラムダに対して、ド、えっと、ラムダはあとド、えっと、ラムダはゼ0以上っていう、まあ、条件は本来必要であるという形になっています。で、今ですね、えっと、この緩和というか、この、あの、えっと、ペナルティとして持っていってる不等式は1個しかないので、この、ここに書いた書かれているこのラムダっていうのは1つの実数です。 一つの実数です。だから先ほどの,の M2 っていう、その、この M2 っていう、この、えっと、なんだろう。この空間の次元を表す実数、実数じゃなくて整数があったんですけども、この、えっと、例の場合にはこの M2 が1になっているというふうに思うわけです。この M2 は、だから先ほどの例、書き方で言うと M2 は1になっていると。だから、えっと、このラムダっていうのは1個しか、あの、なんて言ったらいいんだから、これスカラーです。 一次元ベクトルです。一次元ベクトルでいけないですね。一個しか成分を持ってないベクトル。だから実数です。という形になっています。で、そうすると先ほどのこのなんか G、G ラムダっていう、えっと、関数、えっと、あの、値は何になるかっていうと、まあ、このラムダを変えることによって、このラグランジュカムの最適値がどうなるかってことを表す関数の値になるわけです。 で、これは一変数関数で、これが今、この例の場合にどんな形になるのかってことをちょっと見てみましょうということをしてみようと思います。で、この右下に書いてあるの、これちょっと前回説明しなくって、あのコメントでちゃんとあの質問いただいたのを、えっ、ー、と見てですねあ、説明してなかったなと思ってっ反省したんですけども、えっ、ー、とこの青いのは、これはですね、この目的関数のこれ方向だと思ってください。こっちの方向に行くと目的関数が、えっ、ー、と小さくなるっていう方向です。で、えっ、ー、と、 そうですね。で、えっと、もともとはですね、この、えっと、2x1-3x2 だったので、まあ、こちらの方向に進むと、目的関数が小さくなるという形なんですけども、えっと、今、このラグランジュカムを作ると、このラムダによって、その方向が変わってくるということになります。その方向が変わってくる気持ちを、この、あの、たくさんの矢印で表しているっていう。 気持ちでいたんですけども、全然説明してなかったので、良くなかったということです。つまりですね、この、ま、あラムダの値によって、このですね、今、ここに書かれている、このいくつか、この、あの、整数点があるんですけども、そこのですね、どこで最適値を取るのかということが変わってくる可能性があります。で、で実際変わってきます。で、その様子を見てみましょうということになります。でそうするとですね、今ですね、えっと、ここに書かれているのは、整数計画問題の、えっと、 制約なんですけども、生数計画問題について我々知ってることは何かというと、こういうふうにですね、その、あの、有限個の今、あの、候補しか、えっと、その、協会として現れていないんですけども、実際に最適解を取り得るのは、この、えっと、えっと、9個かな ?9 個の点からなる、協会の集合、つまり協領域の突放の端点であるってことを、2回目か3回目ぐらいの授業でやったと思います。 でそうするとですね、これなんか突法を取ってみたいと。で、突放を取ってみると、だかこんな感じになる。ちょっと青くて見えないかもしれませんけども。えっと、こんな感じになると。こんな感じになります。でそうすると、その突法の端点として現れるのが、この端のですね、この4つの点だけになるということになります。ということなので、えっと、この、えっと、右側のですね、この、 点における目的関数の値を比べて、その中の最小値を取ればよろしいということになります。で、その、えっと、この4つの点における、この目的関数の値というのは、ラムダに依存するわけです。で、それがどのように依存するのかってことを見てみましょうということをしてみます。で、それが次のページです。 はい。で、それをですね、このえっと右側だけ、これ左側にちょっとあの、プロットしましょうという形になります。で先ほど言った通り、この4つの、この端の点ですね。それにおいて、この目的関数がどのような値を取るのかということを調べていきたいんですけども、まずこのちょっと目的関数の形をちょっとこれ、あの、書き換えています。えっと、X1 にまつわる項と、X2 に関わる項と、それ以外って形で今書いていますで。そうすると、X1 の、えっと、係数は、私の計算が間違っていなければ、2プラスラムダー。 で、x t の係数がマイナス3で、残っているのがマイナス2ナムとなると思います。これ正しいですよね。そこは手計算でやっているんで、こういうのよく間違えるんですけども、しかも、しかもなんか初め間違えてたんですよね。で、あの、直しながらこの資料が作ったんですが、まあ、こんな形になると。で、そうするとですね、この目的関数値が、先ほど言ったこの4つのですね、点においてどういう値を取るのかってことを考えてみましょうと。例えばですね、 この、えっと、右下の、え、これ、これ左下じゃない。左下。左下の点。ここはですね、これ x1、x2 が、えっと、00の点です。00の点です。とすると何かっていうと、この点におけるこの目的関数の値は何になるかっていうと、この x1 に0。x2 に0を入れた値になります。でそうすると、まあ、この、はじめの部分これ消えてしまって、その時のこの目的関数っていうのは、つまりこれはですね、 この時の目的関数はマイナス2ラムダになるわけです。よろしいですかという形で、この左下の点の目的関数値というのは、ラムダに依存する形でマイナス2ラムダと書けるってことがわかります。で、それをですね、この左のところにプロットしましょうと。こんな感じです。これちょっと縦軸の辺も書いてないからいけないんですけども、まあ、縦軸でと y とすると、これは y イコールマイナス2ラムダっていう直線です。いいですか で、これが、この右下じゃなくて左下ですね。左下の、えっ、ー、と、点に対する、あ、点における、この目的関数値の、えっ、ー、と、ラムダに対する依存性を書いたものになります。で、同じことを、この他の3つの点に対してもやってみましょうということになります。例えば、その上の点ですね。そのってここですね。ここは、 えっと、座標としては、これは、えっと、01ですね。01っていう点になります。で、そうしたら、えっと、ここにおける目的関数値は、x1 に0を入れて、x2 に1を入れれば分かるということになります。で、そうすると、これはですね、じっと見ると、マイナス2ラムダ、マイナス3だということが分かります。ので、それをまたこの線で引きましょうと。とこんな形になると。いいですかね。で、それをですね、あと2つの点についてもやってみましょうと。で、えっと、ここの点ですね。この点、これ、座標は、これ、12かな。 これ12になりまして、右の方これはですね、50ですかね、50。こういう座標になってますので、この12っていう座標の値を x1、x2 にそれぞれ入れてあげると、この12という点における目的関数値が分かります。 で、50という点における目的関数値は、x1 に5、x2 に0を入れればで、わかるということになるわけです。で、それを、この左のところに、これ書いてあげましょうということをします。で、そうすると、上の方の点においては、そこで出てくる式っていうのは、マイナスラムダ、マイナス4になります。もうちろん言いますと、ここは、えっと、x1 が1、x2 が2ですね。といで、しでそう、こうなるはずですね。ちょっと、私は、計算が、正しいかどうか、今ちょっと確認しませんけども、皆さん、あの、 じっと見て確認してください。いいですね。x、やっぱりやりましょうかね。ここは、今、1、2ですね。だから、x1 に1を入れて、x2 に2を入れると。で、そうすると、えっと、マイナスラムダで、マイナス4。いいですね。合ってますね。はい。って形になると。で、えっと、右下の点、これは、えっと、50ですから、これ50入れると、ここが消えなかった。ここが、 エクスチャ5でエクスミス0だとすると、えっと、3、三ラムダプラス10かなが出てきます。こんな感じですね。あ、合ってましたね。3ラムダプラス10。これが出てくるということになります。で、それで、えっと、この4つの点における目的関数値が分かったということになります。でそうすると、先ほど言った通り、ラムダを1つ決めたときに、えっと、考えなくちゃいけないこの最小値っていうのは、この4つの直線の中で、 四つのこの4つの関数の中でどれが一番小さい値を取るでしょうということになるわけです。で、それはですね、えっと、例えば、えっと、ラムダとして0を取ったら何を考えるかっていうとこ、この、えっと、ラムダの値において、この直線、えっと、を見るわけですね。で、そうすると、えっと、このラムダの値においては、この直線としてはここですね。ここがその直線とこの ラムダイコールゼロというこの直線の交わりとして出てくるこの交点ですね。ちょっと3ラムダプラス10の時はちょっとこの画面に超えてますけども上の方に出てきまして、このその交点として出てくる点の中で一番小さいのはどこでしょうってことを考えることになるわけです。で、それがこの最小値を定めるということになります。だからこの場合は、と書きすぎて何かわかんないけども、ここですね。もう一度言うと、ここの点。あ、消えてしまった。<laughs> ここの点。 この点、ここの点における値、つまり、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、マイナスラムダはマイナス4っていう直線なので、えっ、ー、と、マイナス4ですね。だから、えっ、ー、と、ラムダが、だから、これによっては、ここに知いない。ラムダが0の時の値、えっ、ー、と、G0 っていうのがマイナス4であるとはかるということになるわけです。いいですかね。で、例えば、そうじゃなくて、なんか別のところのラムダの値、 を取ってくると、それとこの直線の交わりを見て、その交わっているのが一番下のところっていうのが、この G ラムダの値を定めるという形になるわけです。でそうすると、G ラムダっていう、えっと、関数の振る舞いというか、あの、えっと、振る舞いというか、形をこの図の中で書いてみると、こんな形になると。この、まあ、いわゆるですね、えっと、 崩落線って言わないな。なんて言えばいいんだろうな。えっと、この真下側ですね。この下側のところをたどっていくことによって現れるこの曲線。これがその G ラムダという、えっと、もう値のグラフになると。いうことになります。ここまでいいですかここまでいいですかで、そうすると先ほど言っていた、えっと、この、えっと、ラグランジュ緩和の最適値を最大にする。 っていうのは何をすればいいかっていうと、この赤い曲線の中で、この縦に一番大きいところはどこで出てきますかってことに対応するわけです。つまり何かっていうと、この場合、ここですね。ここって、今、丸つけたところ。ここが、ここで、えっと、その G ラムダの値が一番大きくなっているので、そこに対応する、この、ここですね。ここ。どこで書く この、このラムダの値が、えっと、先ほど言ってた、えっと、ラムダスターっていう、その、えっと、ラグランジュ相対問題の最適解になるということになるわけです。よろしいですかで、このような形で、えっと、G ラムダっていうのが、ま、書けまして、それを見ることによって、その一番上のところで、えっと、ラグランジュ相対問題の最適解が求まる。という、まあ、これは図解法ですね。<laughs> 図を使ってこの場合は解いてみましたという形になるわけです。ここまでいいですか で、まあ、これの、その一般論を今からやっていきたいということになります。で、まあ、気分としては、まあ、この G ラムダっていうものの中、プロットすまあこんな形になると。まあ、こんな形になるっていうのを、まあ、これ今、例でしかやってないので、えっと、えっと、何もちょっとわかんないかもしれませんけども、まあ、重要な性質が、えっと、あの、二つあります。 で、で、一つは何かというと、これ、あのあ、あとから言うんですけども、これ、あの、応関数と呼ばれるものになります。これちゃんと書こうかな。ちょっと今なんか、あの、よくない書き順に書いたので、ちゃんと書きますね。応関数になります。で、応関数って何だかってことは、後で説明します。で、応関数と呼ばれるものになります。で、応関数になるっていうのが、まず一つ重要なことなんですけども、もう一つは何かっていうと、これ、あの、微分可能ではある、微分可能ではないって言ってのかな。微分可能であるとは限らない。 こうしたの折れ曲がる点がこうあったりするわけです。折れ曲がる点があったりする。で、まあそういうところです。まあ、あのこの関数微分可能にはならないわけです。で、皆さんなんかまあ最適化のことをちょっと勉強したことがあったりする場合にはですね、 えっと、なんか勝手になんか微分可能であったり、こうなんか滑らかであるってことをなんか仮定したりしてるかもしれません。例えば皆さんその微分積分のところでですね、ラグランジュの未定常数法とかっていうのをやったときに、なんかラムダで置いてなんか変微分してなんとかかんとかっていうふうにやってることあったかもしれませんけども、それはもうそのもう変微分できることもこれ仮定しちゃってるわけですね。だけども、なんかこの関数、この G、G って関数、これなんか微分できないところがなんかあったりする。ので、そのような手法では、 なんか、その最適解見つけられないかもしれないわけですね。ということで、ちょっとその工夫が必要になるわけです。で、そういう話を今からしていこうかなというふうに思います。はい。で、もう少しやりますね。はい。で、じゃあ今、その応関数だっていうふうに言ったんで、その応関数であるってことを、えっと、ま、あの、言ってこうと思うんですけども、ま、えっと、まずここ間違ってるから、えっと、ここは G っていうのは、えっと、RM2 乗から RM 関数なんですけども、これは、 この G っていうのを、まあ、これ最適値関数ということにするんですけども、これは、えっと、必ず、すいません。んうまくいかない。はい。これはですね、必ず応関数になります。必ずって今このラグランジュ緩和として、この今、一般的な形、これ書いてるんですけども、この一般的な形においても、必ず応関数になります。先ほどはその例において、この、あの、形、まあ、俺、O なんですけども、応関数になるんだってことを、まあ、応関数定義してないから、まだ言えてないませんけども、まあ、見た目からなんか、 えっと、まあ、そんな感じなんだろうなっていう気がすると。あ、そうか。一つ言っとくこと、言っとけばいいことを思い,思い出しました。応関数であることはですね、実はですね、あの、高校の教科書とかではですね、なんか上にとつとかって書かれたりするんですよ。上にとつ。で、あんまりですね、上にとつっていう言葉、あの、使わないと思うんですよね。 えっと、端的に言うとですね、私はあの上に凸っていう用語を英語で言う方法を,を知らないです。だから多分これはですね、日本人しか使わない言葉なんじゃないかっていうふうに、まあ、あの思ってます。で、普通は応関数っていうと思います。だからこれは応です。この関数応です。で、まあ上に凸って言われれば、まあ皆さんもしかしたらこれ聞いたことあるかもしれないので、この G っていう関数の方形見ると、あ、これ上に凸なんだなって気が、まあするかなって気はするんですね。でもまあ今後はあの上に凸というふうな言い方せずに応関数と言ってきます。 で、応関数の定義、次の定義であります。あ、で、もう一つ注意はですね、これはですね、その、だから、ますから、一変数関数であるとは限らないわけです。で、ここの図はですね、こ一変数関数の図を書いていって、な上に一つだなっていうような、まあ、印象を与えているわけですが、 えっと、これは今からやっていくるのは、この、あの、多変数関数と言ってるんですかね。この,の M2 が1であると、これ限りませんから、まあ、そのような場面で、この応関数っていうものをちゃんと定義していきましょうと。で、今からやるのは、この応関数であることの定義をして、確かにこの最適値関数が応関数になるってことを、これは証明をしていきます。では、まず応関数の定義を見ましょうと。あ、いいですかね。はい。 で、えっと、これが応関数の定義です,といます、ね。今、あの、M2 と書いてあったものは、ちょっとここでは、あの、一般的に N と書いています。で、関数としては、この F というものを持ってきています。で、この、えっと、N 変数関数、F が応関数であるとあたかでね。で、それが次を満たすことです。で、何かというと、えっと、この、えっと、N 次元ベクトル22のもの、X と Y と、0以上1以下の、えっと、スカラ、アルファに対して、ここに書かれている式が成り立つことです。で、これがですね、 えっと、定義なんですけども、この式が、えっと、全く何だか分かんないので、これを説明していくということになります。で、これはですね、えっと、このなんか左辺のなんか量がありまして、それがですね、右辺の量以上であるっていうのは、そういうような式です。だから、この左辺と右辺をこれ比較してるんですけども、この左辺と右辺が何なのかってことを、ちょっとこの図で、えっと、お伝えしたいと。で、ここではですね、この黒い曲線があるんですけども、これがここで考えている F のグラフです。 f という関数のグラフです。だから、ま、縦軸が f、x 書いておく。ちょっと x はよくないかな。で、横軸が x と。だから、これ、もう一度言います。本来は多変数関数なので、これ書いてあるみたいになんか一次元的に書くのは、あの、よろしくないんですけども、ちょっとこれは、あの、例として見やすいようにそういうふうに書いてます。で、気分は何なのかっていうと、えっと、この任意の x と y とい取っていきます。x と y ですね。 だから、この,その、あ、だから、そうか。だから、これは、だから、えっと、この、この直線が、なんかこの R の N 乗っていうのが空間をなんか表してるかなっていう気ですね。で、そこから X 取ってきてると。で、これは、こっち側が R とかですね。はい。で、それで、えっと、この R の N 乗から X と Y 取ってきてるんですけども、すぐ書いちゃうな。R の N 乗から、 x と y 取ってきてるんですけれども、えっと、この、まず右辺見ますね。右辺は fx その x における値と y における値を見ています。で、まあ、x における値がここ fx、うん、y における値がここ fy と。こういう形になってるわけです。で、それに対して α fx プラス1マイナス α 持ける fy っていうのを取ってます。で、それはですね、この縦軸を見てほしいんですね。この縦軸を見てほしい。 で、今ですね、ここのその縦軸においてこの fx っていうところと fy っていう部分がこうあるわけです。で、今これ α は0以上1以下の実数なので、この αfx プラス1マイナス αfy っていうのは、この fx っていうところと fy っていう部分を、この α を使って内分してるんですね。で、この内分して、ちょっと内分を書きたい割には、このちょっと線分の幅が狭すぎて、ちゃんと書けないかもしれませんけども、ちょっと頑張って書こうとすると、ここら辺。 ここら辺。で、ファー対1マイナス、こうかな。多分、えっと、ちょっと、これで合ってると思うんですけども。で、その内分してできた、このところ、ここの値がちょうど、アルファ FX プラス1マイナスアルファ FY になると。こんな形になってるわけです。わかりますかねちょっと、今えっと、教室の人小さすぎて見えないかもしれない。見えますかねはい。で、えっと、それを、 イメージしているのが、ここ、ここです。これです。この直線。この直線の、その、この直線を今、えっと、これはですね。こちら、だから、こ、ここ、こっち側が1マイナスアルファで、こっち側がアルファで、今これ、あの、内分してるんですけども。だからで、そこそこえっと、んちょっと何を意味してるか、ちょっと待ってくだね。これは今はちょっと無視。すいません。これ後で説明します。 それ置いといて。だから今言ってたのはこれですね。このその fx と fy のところを内分して出てきてるここの部分、この値。これがアルファ f x プラス1マイナス fy。1マイナスァ f y になるということです。で、それがこの右辺を表してます。ということになります。いいですかややこしいですかね。で、左辺は何かっていうと、これは似てるんですけども、えっと、これは、えっと、 アルファ X プラス1マイナスアルファ Y に対して、その、その、えっと、点における F の値を出しているということになります。だからこれは何かっていうと、まずこのカッコの中は、X と Y をアルファ対1マイナスアルファで内分しているということになります。で、それがここです。だからそれを今これで、ここで先ほど書くべきだ、書いたものをもう一回書くわけですね。ここが1マイナスアルファで、ここがアルファの、えっと、比率で内分した点があると。 で、その点における、この関数の値ですね。だから、ここですね。ここ、ここ。こりますかね。で、ここの値が、えっと、fαx プラス1マイナス αy になるということです。いいですかね。で、この2つの値を比べましょうと。あこの2つの値を比べましょうと。 で、比べて先に書いた方が小さい。まあ、あるいは等しいですよって言ってるのが、この王関数であることの定義です。ですか。だから、ここ、ここと、ここを比べると。で、それは、それは今、この軸の上で比べていて、ちょっと見にくいので、その見にくいところを、あの、この、この部分の場所をここに移した書き方をしているのが、この真ん中の部分の図です。 ちょっとこれは今なんか書きすぎたので、消しますね。いろんなものを消しながら説明すると。パッと消しますね。はい。そうすると何かっていうと、今この、えっと、えっと、えっと、アルファ X プラス1マイナスアルファ Y っていう、その X と Y を、そのアルファ対1マイナスアルファで内分した点、あ、逆かな ?1 マイナスアルファ対アルファって言った方がいいのかなまあそのアルファを使って内分した点がありますと。で、そこにおける関数値を表してするのがこの高さです。この高さです。ここですね。 ここです。で、先ほどのこの fx と fy を内分したところの値っていうのはちょうどですね、この fx、fy を表すこのグラフ上のこの点を結ぶ、あの、線分で結びます。線分で結びます。だから線形補完するって言っていいかな。線分で結びます。で、それと、ここの、えっと、えっと、えっと、線分の 交点、高さ。これがちょうどこの、えっ、ー、と、αfx プラス1マイナス α る f y になっています。それはなんか、あの、図形の性質を思えば、本当の、ここの高さが同じになっているところわかると思います。いいですかね。いいですかね。で、それで、この2つの点、どちらが上にありますかってことを表しているのが、ここの不等式です。で、この,この不等式は左辺が 表しているのはこの上の方で、右辺が表しているのはこの下の方と。で、確かにこの左辺が右辺以上になっているっていう性質をこの FX のグラフは満たした、<あ> F のグラフはこれ満たしているということになるわけです。ということで、まあ、こんな形の、まあ、グラフで書ける関数が応関数ですということになります。よろしいでしょうか。だから、ま、応関数と言ったら、なんかこういうような上に膨らんでる、上にとっていうような、まあ、あの、 イメージというか、印象を持ってもらって、それはイメージであって、定義としてはこの式で与えられるというふうに、あの、理解をしてください。ここまでいいですかで、一応ですね、この F という、あの、関数、応関数を定義するときに、この、あの、C、まあ定義っていうのかな。えっと、こちらの方に今、R の N 乗ってやってるんですけども、実は、あの、別に、あの、R の N 乗じゃなくてもあの、あの、突集合を持ってきても、あの、応関数を定義できます。 で、実際に、まあ、あの、突関数とか、o あ、突関数じゃない、o、関数を定義するときには、この地域としては、突集合を持ってくることが多いんですけども、ちょっとそれやると、ややこしいんで、ここでは R と N 乗でや,やりましたということにしてます。はい。よろしいですかで、今からやりたいのは、前に戻って、これですね、この,この最適値関数が実際に応関数であるということを証明するということです。いいですかね。それやっていきます。で、それをやったら休憩しましょうね。 はい。じゃあ、それをやりましょうと。で、今、もう一度言うと、G っていうのは何だったかっていうと、あ、書きたい人に書けない。G っていうのは、えっ、ー、と、R の m 二、あここも m 二です,、ね、す R の m 二から r の関数という形になっているということでした。ので、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、交換すであることを証明するには何をすればいいかっていうと、この R の、r m 二乗っていう、えっ、ー、と、集合から二つ点を取ってきます。 で、それを、まあ、えっと、ここでは、ラムダとミューとしましょう。先ほどの定義では、X と Y としてましたけども、まあ、さっき、えっと、G に対しては、その、引数、なんか、ラムダとかっていうふうにやってたんで、まあ、一つはラムダ。で、もう一つはラムダの次の文字であるミューを使ってます。はい。で、アルファはアルファです。アルファは0以上1以下の実数です。で、これを任意に持ってきて、目標って書いてあるここですね。これは何かっていうと、先ほどの、えっと、王数の定義式そのものです。 で、これが成り立つことを言えばよいということになります。で、それをやっていきましょうということになります。流れはいいですか,ですかはい、じゃあそれやっていきましょう。で、えっと、今ですね、やりたいのは、つまりですね、そもそもこの中 G ラムダとかですね、Gμ っていうのが何なのかってことがわかんないといけないんですけども、G ラムダの定義はこれでしたと。これその最適値関数 G の定義ですね。えっと、制約が一緒に書いてありまして、それを満たすような、えっと、 えっと、X の中で C 点値 X プラスラムダ点値 B2 マイナス A2X を最小化したいっていう、そういう、その,その,その最小値を G ラムダと置いていたわけです。で、同じようにこの Gμ の方も書いてあげると、これはラムダの部分を μ に変えただけですね。そのようなこの式が出てきます。よろしいでしょうか。で、そうすると、まあ、その式を最小にするような、えっと、X。 は何でしょうっていうふうに、ま、聞いているのが、この G ラムダとか Gμ なので、その、えっと、最適解ですね。この、この、この、えっと、今、ミンなんとかかんとかで書いてある部分を、その最小にするような X のことを、上の方では X ラムダ、下の方では Xμ と書くことにしましょう、というふうにします。あと、これ、あ最適解存在することが、これ仮定してるんですけども、えっと、まあ、ちょっとそれは仮定させてください。それちゃん、ゃんとやってなくて本当はいけないんですけども、まあ、仮定します。で、それあるとします。で、そうすると、 何かっていうと、えっと、G ラムダっていうのは、この、えっと、目的関数ですね。目的関数の方 X を X ラムダとしたものになってまして、Gμ の方は、この目的関数の X を Xμ としたものになっていると。ですね。で、ラグランジュ乗数は、上の方はラムダで、下の方は μ になっている。あ、ここも今 X ありましたね。すみません。だから、ここも C 点値 X ラムダから C 点値 Xμ になってます。っていう形で、G ラムダと Gμ ーかかけるという形になります。で、これによって、まあ一応、この、 右辺ですね。この目標を証明したいものの右辺が一応その、min とかですね。この書かずにまあ書けた形になって、まあ、これを使って式変形していくということになります。ここまでいいですかじゃあ、この左辺の方を次ちょっとあの見てみましょうと。と。そうするとですね、ちょっとこのアルファ、 ラムダプラス1マイナスアルファミュっていうのが長くてちょっともうあの今後書くのがややこしいんで、えっとそのこ、その部分をですね、もうあの簡単にニューと書くことします。これニューです。ニューですとかって。何を言ってるかわ <laughs> からないですね。ニューです。<laughs> あの、ギリシャ文字でラムダー、ミュー、ニューが順番に並んでるんですね。あ,あの,普通の、普通のラテンアルファベットで L、M、M に対応するのが、えっとギリシャ文字で L、ミュー、ニューという形になってるんで、まあその、 ラムダから使っていったんで、順番に μμ を使っていると思ってください。で、この α ラムダプラス1マイナス αμ のことを今 μ と書くことにします。これはただ単に長いからです。特に意味はありません。長いからです。で、そうすると、この gμ ですね。gμ、この左辺の値は、えっと、先ほどと同じように書けて、この先ほどまで書いてきたその g ラムダとか gμ のラムダとか μ の部分が μ に変わるだけです。こうですね。 に変わるわけです。で、まあ、これもなんか値取るので、その、えっと、最適解を x ニューとしましょうとします。で、そうすると先ほどの g ラムダや g ュ e w と同じように、g ニューっていうのは、えっと、上の目的関数の x の部分を x ニューにしたもので置き換えられるという形になります。で、ここからは頑張って計算していきます。今ですね、x ニューとここでは書いてるんですけども、x ニューは、の前に、すいません。えっと、その前に、 その前にあ、そうですね、Xμ と書いてるので、Xμ はそのままで、今ですね、μ は上で書いた通り、アルファラムダプラス1マイナスアルファミューなので、この、あすみません、これあれだな、ンチが抜けてます,んですよね、ンチが、この、えっと、ミューの部分、ミューの部分を上のこの式で、上のこの定義ですね、アルファラムダプラス1マイナスアルファミューで置き換えます、置き換えました。 この部分を置き換えました。ですかね。で、前の部分の項は、この前に α プラス1マイナス α っていう、これはまあ計算すれば1になる、えっと、ものを、えっと、ただちょっと置いてます。これは、あの、で、まあ、これはイコールですよ、ということになります。この前にかけて1、1を α プラス1マイナス α に置き換えました、というふうに思ってます。で、その次の等式はこれ何をしてるのかというと、上の式において α に関わるものを前、 1マイナスアルファに関わるものを後ろに持ってきているという形にしてます。いいですかね。そうすると、アルファなんとかっていうのは前に c 点値 xν がありまして、後ろにラムダ ×b2-a2xν があるという形になっています。で、1マイナスアルファに関わる部分っていうのは1、1マイナスアルファに関わる部分は c 点値 xν と、後ろの部分でけ×なんとかかんとかという形で分けられるということになります。 よろしいですかここまで。これはただ単に、まあ、その、式変形をしただけです。で、そうすると、ここのアルファの後に現れている部分とか、1マイナスアルファの後に、ああえっ、ー、と、現れている部分っていうのは、これ、これ何になってるかっていうと、えっ、ー、と、ここのラグランジュ乗数の部分が、前の部分では、ここラムダになっていて、後ろの部分では、こう、μ になっています。これ何かっていうと、ここの部分ですね。ここの部分っていうのは、ちょっと前に戻りますと、この上の最適化問題、 の目的関数において、X を X ニューとしたものになってます。実際ちょっと今この形をじーっと眺めて覚えておいて、覚えておいたまま、これを見ると、その X が X ニューに変わっているわけという形になります。でそうすると、もうちょっとなんか何度も言ったりしたいよくないんですけども、この G ラムダーっていうのは、この目的関数を最小にするっていう、 その最小値でした。で、その最小値が X ラムダにおいて取られるっていうふうに言っていたので、その X ラムダを X ニューにすると、X ニューは最適解じゃないかもしれませんから、最適解 X ラムダに X ニューを置き換えると、目的関数値としては、X ラムダの方が小さくなりうります。でも大きくはならない。なんでかっていうと、もちろん X ラムダは先ほどの最適化問題の最適解だから。ですね。 で、今言った通り、先ほどの等式から、この、えっと、X のところを X ラムダとして、ラグランュ乗数がラムダのところの値が G ラムダになっているということでした。これ先、もう一度前に戻ってすいません。これですね。この等式です。この等式を使うと、これは G ラムダになるということが言えます。で、同じように下の方は、えっと、ラグランュ乗数をミューとする目的関数で、X new、 を今、X のところに代入しているので、そこを Xμ に変えると、Xμ はその問題の最適解でしたから、ここに書かれている不等号が得られます。で、ここに書かれている式は、Xμ がその Gμ を与えるということでしたから、イコール Gμ になるということになります。で、今、α と1マイナス α、これはどれも、どちらも0以上ですね。α は0から1の間の実数を取ってますから。 ということなので、この、えっ、ー、と、オレンジ色の部分を、それぞれ G ラムダや Gμ に置き換えると、ここに書かれている不等号がそのまま出てきます。ああ、不等号なんです。すいません。なんか間違いが多いな。すいません。これは不等号です。不等号です。で、不等号がこのように得られるという形になります。で、そうすると何かっていうと、これは、えっ、ー、と、アルファ G ラムダプラス1マイナス G、1マイナスアルファ Gμ になるという形になります。つまり Gμ、これですね。この左辺が、 アルファ G ラムダプラス1マイナスアルファ Gμ、μ、これですね。これ以上になるという形で、この目標にしていた不等式が得られましたという形で証明が終わるという形になります。よろしいですかなんか、ここら辺の変形が技巧的だな、技法的かなっていうふうに思うかもしれませんけども、まあ、目標があるので、目標に、えー、と沿って進めていこうと思うと、まあ、これ思いつくと思うので、皆さん、あの、 自分でも多分できると思うので、あ、えー、の、復習しながらやってみてください。はい。ということで、この最適値関数 G というのが応関数であることが分かったということになります。ということで、まあ、これを使ってうまくこの、えっ、ー、と、最適化を行っていくってことを今、えっ、ー、と、やっていきたいんですけども、それは休憩の後になります。じゃあ休憩を今からとすることにしまして、えっ、ー、と、じゃあ3分間ぐらい休憩をします。じゃあすいません、教室の人はまたちょっと換気の方をちょっとご協力お願いします。じゃあ3分間休憩をします。 3分間休憩をしますけども、3分間休憩をしたんですけども、これかなこれを一旦やっていこうかな。はい。じゃ三3分間休憩します。 それでは、えっと、休憩終わりになりますので、ちょっと、えっと、教師の方、えっと、関係あり,ありがとうございました。はい。それでですね、ちょっと、あの、先ほどちょっと、えっと、まあ、ああの、気いてる人はいいんですけども、ちょっと、あの、せあの、補足説明すると、今、このなんか、X ニューはこれ、最適解とか取ってきていて、あの、X ニューとか、X ラムダの細い、これ最適解を取ってきてるんですけど、けども、これ最適解ってことは、つまり、ここに書いてある、えっと、制約は満たすわけです。で、重要なのはですね、この,この制約の中にラムダとかミュウこれ入ってないってことが重要で、た例えばだから、X ラムダっていうのは、この制約満たしているわけなんですけども、えと、いうことは何かっていうと、えっと、X ラムダは、この、えっと、この G ラムダを考える問題の許容解であると同時に、この g ーを考えるときの問題の境界でもあるし、この g ーを考えるときの問題の境界でもあるわけです。だから同じようにこの x ーっていうのは、この g ーを考える問題の境界であるのは、そうなんだけども、そこから x ーは、えっと、g ラムダとか gμ を考える問題の境界にもなっている。ということになってるわけです。ということなので、ここのあの比較ができるということになってます。ちょっとそこのところをちょっと、さっき言ってなかったので、ちょっと今補足しました。はい。それで、この g という関数は、O 関数であるということが分かったということになります。 そうなので、えっと、初めの目標は、このラグランジュ緩和の最適値を最大にするようなラムダー、まあそれをラムダースターというふうに呼ぼうと思っていたんですけども、それを求めることだったんですけども、今この、えっと、ラグランジュ緩和の最適値のことを G ラムダーと置いていたんですけどね、い,い,いました。で、この G が、 O 関数であるとということを証明しましまたつまり、この G ラムダを最大にするようなラムダが分かればよろしいということになります。で、G ラムダっていう、G は応関数ですから、つまり、応関数っていうものがあって、それの最大化ができれば、我々のもと、発言の目標は達成されますということになります。だから、ここから今、今からやるのは何かっていうと、応関数の最大化っていうのは、どのようにできますかっていう話になります。で、またこれができれば、おしまいになるわけです。 ありがたや、ありがたや、ということですね。で、応関数最大化っていうのは実はあのいろんな方法があってあ、その使用できるアルゴリズムとか有効なアルゴリズムっていうのは、いろんなものが知られてるんですけども、で、それはですね、実はこの考えてる応関数がどういう性質を持つかによって使えるアルゴリズムとか有効な場合とかが変わってきたりするので、そういうことをちゃんと知る必要があったりします。で、そこで、えっ、ー、と、今言っていた、このラグランジュ緩和の最適値関数 G というのは、応関数であるんだけども、 なおかつ、この微分可能であるとは限らないっていう重要な性質があります。で、普通はですね、なんかこのなんか最適化というものを行うときには、微分可能であるとかですね、すごく滑らか、滑らか度が高い、滑らか度が高いってあんまり言わないですかね。まあ、その、十分滑らかであるとかっていうことが、えっと、あったりすると、非常にですね、いろんなアルゴリズム、非常にいろんなですね。えっと、いろんなアルゴリズムがですね、使えてですね、あの、 嬉しいんですけども、この微分可能であるとは限らない場合はですね、使えるアルゴリズムが限られてきたりします。で、今から紹介するのは、この列勾配法っていうものなんですけども、これは、この微分可能であるとは限らない応関数を最大,大化する手法としては、非常に伝統的なもので、まあ、古くから知られているもの、先ほどそのヘルドとカープの70年代の論文で、あの、巡回セールス版問題に対するラグランジュ感は考えられましたよってことを言ったんですけども、もうそこ,こですでに使われて 言います,いますけども。伝統的なアルゴリズムです。で、まあ、あの、そういうものも、未だに、未だに言っいかもしれまん、あ、が、未だに、あの、教科書とかで、あの、説明されてたりするので、まあ、ここでもご紹介しようということになります。で、より最近のものについては、最後で補足します。でですね、別勾配法は、今、その、応関数の最大化で、えっと、使いますよっていうふうに言ったんですけども、普通の教科書とか本、同じですね、教科書や論文においては、 凸関数の最小化に対して列勾配法を使うっていうふうに書いてます。ので、今からの説明はこの凸関数を使って、えー、っと、話をするということにしようと思います。で、凸関数っていうのは何かっていうと、基本的には、応関数のようなものなんだけども、向きは逆のものです。で、その、先ほどの、その中、高校数学のような言い方っていう言い方をするとすると、これは下に凸というふうによくそこでは呼ばれるものになります。だから、図で言うと、この左下のような、こんな感じですね。 のものということになります。で、定義は何かっていうと、応関数とほぼ一緒なんですけども、ここの不等式の向きだけは違う。っていうのが、応関、えっと、凸関数です。だ気分はこのま、図の通りということですね。で、その、えっと、凸関数のグラフを書くと、そのまあその下にするこんな形になっているということですね。でそうするとですね、この応関数との違いは、この、えっと、不等号の向きだけということになりますから、えっと、 どういう性質が得られるかっていうと、F という関数が応関数であることと、マイナス F というその符号を変えたものが凸関数であることが同値になります。だから今あの、我々がやりたかったことは、応関数の最大化だったんですけども、それをやろうとするのだったら、それに個だわりマイナスをつけてあげて、そのマイナスをつけてあげることによってできる凸関数の最小化をしてあげれば、同じことができるということになるわけです。ということなので、今からやりたいのは、本当は応関数の最大化なんだけども、このような、 置き換えをすることによって凸関数の最小化をするという形で今から考える列勾配法というものを記述する,述するという形にしていきたいと思います。ここまでよろしいですかはい。で、えー、っと、ちょっと凸関数の説明はあんまりしないで、この不等式が逆ですよ、オー関数と逆ですよっていうだけの説明にします。ですかね。で、凸関数はこの,まあこの下に凸だっていう、こういうこのですね。 えっと、イメージを持ってほしいんですけども、えっと、突関数、重要な性質があります。今ですね、ここの図に書いてあるのは、非常にこのなんか、滑らか、微分可能な、凸突関数です。で、微分可能な突関数、これ、これ、実は、ま、図においては、これ、あの、二次関数、放物線を書いてるんですけども、し,しかも、この一変数の場合をか書いてるんですけども、こういう関数を最小化しようと思ったら、どうすればいいかっていうと、これは、あの、微分できるので、えっと、この F という関数を微分します。これ、ま、一変数関数だから、この普通の、えっと、 なんだろう。ダッシュ、プライムをつけることによって、今これ微分を表すことにしますけども、これ微分します。で、そうしたら何かっていうと、えっと、この微分が0となる値、値ではとなる X を考えると、なんかこんな感じですね。つまりその,ところの、このなんか傾きが、傾きが0になるようなこのな点。<laughs> っていうのを見つけてあげると、そこで、この突関数の最小値が達成される。つまりそこがその最小解である。 ってことがまあ言えるってことが、このまあ二次関数であったり、まあ突関数の場合には、滑らかであれば言えるんですね。で、これはですね、ちゃんとやらないといけないんですけども、でこれはその、あの、滑らかな場合の話です。で、で、これ今、突関数なんですけども、その突関数じゃない,ゃないようなこのグラフ、関数のグラフ書いていくると、なんかこんな感じになったりこうするわけです。この今、右下に書く。 きました。で、ゼロであったとしても、えっと、その最小値を取るとは限らないってことは、まあ皆さんよくご存知だとは思うわけですね。で、まあそういうものが、あの、ここにあるように、その、なんか極、極大を取ったり、こ,この左にあるような極小を取ったり、ってことも、まああり得るわけです。あり得るわけです。で、特に、その、 極小なんだけども、このなんか最小にならない場合っていうのがあるっていうのが、この、えっ、ー、と、こういうような関数においては起きる可能性があるわけですけども、えっ、ー、と、実はですね、突関数においてはそうでは起きないってことは知られています。つまり、極小であれば、それは必ず最小であるってことが言えます。で、それは次のページかな。あ、そうです。それはその突関数の性質として重要な性質になります。で、まあ、これは、時間あるかな。 多分大丈夫かななんか気,気になってるかなちょっとこの証明、まあ、えっ、ー、と、この証明も雰囲気なんで、まあ一応やることにして、えっ、ー、と、一応じゃあこれも紹介します。何かっていうと、突関数があるとします。今、この F は突関数だとします。で、この X スターっていうのが、次を満たすとします。何かっていうと、X スターに近い、 ところにあるような、この X チルダー、任意の X チルダーに対して、X スターと X チルダーの値を比べたら、X スターの値が、X チルダーの値以下ですよ、ということが成り立っているとします。これはつまり何を言っているかというと、えっと、X スターが極小解であると。極小解いうのは、その極小値を与える、えっと、解である。という条件だと思ってください。まあ、近いっていうのは、 ちょっとここではぼかしてますけども、まあ、近いと思ってください。これ、あの、近いっていう部分をちゃんと数学的に、えっと、扱いますが、ちょっとここでは、あの、曖昧にしてます。で、その時に、次が成り立つと。何かっていうと、どんな X に対しても、X スターと X の値を比べると、FX スターが FX 以下になりますよと。つまりこれは何かっていうと、X スターが最小回ですよと。 っていう、えっと、ことが導かれる。つまり、X スターが直小解だったら、実はその X スターっていうのは最小解ですよ、ということが言えます。で、これは突関数だったら必ず成り立つ。あ、必ず成り立つ。これも、だからこれすごく嬉しい性質ですね。で、先ほどの図では、その、あの、放物線の時にそういうことが成り立ってますよってことを、えっと、ご紹介したんですけども、えっと、それがどんな突関数でも成り立つってことを、その突関数の定義を使って言えます。 ちょっと証明していこうと思うんですけども、じゃあ、えっと、この結論、えっと、この仮定は満たすけども、結論がないとない、ないとしましょう。つまり、ある X に対しては、FX と FX スターを比べたら、FX の方が値小さいですよと仮定します。で、それで矛盾を導こうと思います。で、今、気分としては、X ここら辺にあって、X スターっていうのはなんかここら辺にあるんだけども、まあ、X っていうのは、この X スターに近くの、近くにはないわけです。 なんでかっていうと、近くにあるとすると、この、えっと、不等式満たしてしまうので、この仮定の不等式、満たせなくなってしまいます。だから、ま、X は遠くにあるんですけども、で、ま、その X と X スターがこういうような位置関係になると。で、何を考えるかっていうと、えっと、この X と X スターを結ぶ線分を考えます。で、そうすると、この線分の中には必ず、このえっと X スターに近い点があるということがわかるわけです。 ですね。X と X ス t a の内分点として、X ス t a に近いものが取れます。で、それを今、X チルダ d と置きましょう、というふうにします。ここら辺ですね。で、これ、だから、これ内分点なので、あるアルファ、その0以上1以下のアルファを使って、X ス t a は、アルファ X プラス1マイナスアルファ X ス t a r とかけるわけです。だから、これはだから、なしてるという形になるわけです。逆ですね。すいません。逆ですね。 すません。アルファのケース、あ、X がアルファのケースだから、アルファが X のケースだからこっちですね。すみません。こういう形で内部にできるという形になっています。で、そのような形で X スターを取っていきます。で、今からやるのはこの、とあの、この途通関数の定義を使って、この X スターにおける値、X における値、X、チルダにおける値っていうのを比較するってことをします。ちょ、それをやりましょうと。今ですね、じゃあまず FX スター考えましょうと。で、FX スターは、 その近くにある x チルダ d とこのような不等式の関係を持っているということはこれ書かれていますかそれが今こう出てきています。で、x チルダ d e っていうのは今定義から αx プラス1マイナス αx スターでした。それを今ここに入れただけです。そうすると、土地関数の定義から、この値っていうのは、この αfx プラス1マイナス αfx スターを足したもの、この二つのは以下になります。 これは先ほどの不等式ですね。ちょっともう一度突関数の定義に戻りますが、これですね。この不等式を使っています。うん、ここですで。そうすると、この仮定から fx と fx スターの間には代償関係があります。ので、それを、えっと、置いてます。で、α は0、えっと、以上。あだからこれ内分点なので、すみません。内分点なので、これ0であってはならないんで、すみません。ここの、えっと、 区間は、開区間じゃないといけないですね。ゼロであったりするまずいので、これ開区間で取って、えっと、すみません。これは,これは真に内分する点なので、えっと、ここはちゃんと、あの、イコールのない不等号になります。はい。で、そうすると、このアルファがかかっている、1マイナスアルファがかかっている元の部分、これ両方とも fx スターになりますから、このま,まは fx スターになります。で、そうすると、fx スターが fx スターよりも真に小さいっていう不等号が得られてしまうので、これは矛盾になると。 いうことで、えっ、ー、と、元々の過程が間違っていた。つまり、入り法によって、この結論が得られたということになります。よろしいですかちょっとすみません。ここら辺の細かいことは後で直しておきます。まあ、他にもちょっと間違いがたくさんあったので、これ後でス、スライドは直しておきます。ということで、えっ、ー、と、何かというと、この極小解が求められれば、それが最小解だから、それでよろしいということになります。で,でさ、だから先ほど言ってきた通り、突関数が非常に滑らか、 微分、例えばその微分可能であったら、微分してゼロになる点が分かれば、まあよろしい。まあ一変数の場合はですね、それでよろしいということになります。で、まあそういうことをやりたいという形になるわけです。で、まあそういう、それをですね、えっ、ー、と、意図して、えっ、ー、と、よく使われる、あの、アルゴリズムっていうのはこの勾配法と呼ばれるものです。グレイディエントメソッドとかって呼んでるものです。まあ、何かっていうと、先ほど言っ,た言ったみたいに、その勾配がゼロになるような点をなんか目指して進んでいく。 というようなアルゴリズムです。で、どういうことかっていうと、まあ、初期点として、なんか、X0 ってものを適当に選びます。で、えっ、ー、と、そこにおける、まあ、勾配というか、そのなんかあ、あの、勾配ですね。勾配は勾配ですね。勾配がゼロじゃなかったら、まあ、それは、えっ、ー、と、なんだろうな。その、最小階の候補ではない。最小階ではないってことがわかるので、それで、えっ、ー、と、その勾配がゼロになるような点を、なんか目指していくと。 いうことを行うのが勾配法です。で、どうするかっていうと、ま、あその今現在の点をなんか xi とするとしたら、そこにその点における勾配に、なんかアルフ αi ってこれなんかステップサイズとかって言ったりするんですけども、なんかうまく選んだ実数です。それをかけて、そのなんか勾配が小さくなる方向とはマイナスですね。マイナスをつけて、えっと、新しい点 xi プラス1っていうのを得るってことを繰り返すってことをします。で、そうすると、ま、あ最終的になんかその勾配がゼロに、で、えっと、この、この勾配が、 0になったら、えっと、この後ろの部分、これ0になるので、xy と xy プラス1。1が、まあ、あの同じいきましょう。というような気分になります。ちょっと気にしなくちゃいけないのは、実は、その、ここで言ってる、その、勾配っていうのは0だからといってこのあの、あの、あの、多変数の場合には、本当にそこで、あの、最小解になっているかどうかってことは、まあ、わかんないんですよね、実際は。その、いわゆるあ、あの、暗点っていうところに行ってるかもしれないので、だから、これによって、本当に、えっと、 最初はできるようだとかってことは、ちょっと気にしなくちゃいけないんですけども、えっと、その、えっと、あれですね。あ、そうだ、だからこれ今、突貫数なので、あの、ア案件とかっていうのを今無、無視してもらって、だからまあ、この、えっと、あ、だから、そういうこと、すいません、えっと、一般的なそういうことを気にしなくちゃいけないんですけども、あの、突貫数の場合には、まあ、大体大丈夫という形になります。で、まあ、こういうようなことを、えっと、やるっていうのが、 微分可能だったらできるんですけども、先ほど言った通り、微分可能ではない場合には、この勾配がそもそも定義できないことになるので、工夫する必要があるということになります。で、今から紹介するこの列勾配法っていうのは、この勾配法の考え方を微分不可能な場合に適用したものになります。だからこの勾配のようなものっていうのを、その微分不可能な関数に対して定義するっていうのが今から行うことになります。で、それをやっていきます。よろしいでしょうか。 で、それが今からやる列微,分列微分と列勾配って話になります。はい。じゃあ列勾配いきなり定義します。これが列勾配です。今、突関数があるとします。これ F ですね。突関数があるとします。で、点 X0 っていうのがあって、その X0 における F の列勾配っていうのを定義すると。まあ、英語ではこれサブグレイディエントと言ったりします。これ定義します。で 何かっていうと、えー、とまずその、えっ、ー、と、列勾配っていうのはベクトルです。だからなんかその、なんかその、あの、先ほどの勾配法のイメージで言うと、なんかその進んでいく方向を表すような、なんかベクトルになっているということになります。で、それが、そのベクトルが列勾配である、x0 における X の列勾配であるっていうのは、次を満たすことです。と書いてあります。うん、何かっていうと、任意の x に対して、これですね、s 点値 x-x0。 と、fx-fx0 を比べたら左辺が右辺以下ですよという、こういう式です。で、これはまあもちろんこの式でおしまいなんですけども、これだけ見てもわかんないので、一応イメージ図を書いてイメージ図で説明しようと思います。えっと、これがイメージ図ですね。で、この黒いのが今考えてる f っていう、全然なぞれてない。これはこの黒いのが f っていう関数のグラフだと思ってください。で、えっと、 で、このまあ X0 ってのはこの X0 ですね。で、この式をちょっと書き換えたのが、この黒いのを書き換えたのがこのオレンジです。オレンジです。で、えっと、この FX、この右辺ですね。この FX はこの黒いもの、これで表されていると。そうすると、この左辺はこの図においてどういうものを表しているのかってことをまず考えます。そうすると、えっと、 今、だから、これはその、あの、X の空間、だから、X が動くと思っているので、この式の中で X に依存しているのは、一番初めの項だけです。で、これは S 点値 X なので、これは全体として、この左辺は全体として、X の一時式です。だから、X の一時式なので、えっと、この空間ですね。この空間、その X とこの関数値。 だからその X の空間よりも一つ大きな次元の空間、N プラス一次元空間において、この X の一時に関する一時式っていうのは、超平面を定義します。いいですかね。N プラス一次元空間における、超平面を定義する。だからこ、えっと、この図においては、二次元空間における、えっと、 直線を定義しているということになります。で、それがこの黒、えっと、この赤い線です。で、これどういう赤い線かっていうと、例えば、この x に x0 入れます。x に x0 入れます。で、そうすると s.x-s.x0 x x、これが0になります。で,ですか。で、fx0 だけ残るので、x を x0 とすると、この長平面っていうのは、この この部分ですね。このちょうどこの黒いところになんかこの接するような形で、この直線あるいはこの長平面っていうのが与えられているということになるわけです。で、一方で、それが fx 以下だって言ってるので、この空間全体を見ると、この長平面あるいはえと直線っていうのの上に、この f のグラフが来てるという形になってるわけです。で、そのようにして得られるものはどれも列勾配を与えます。ですかだから今、 この点において、この赤い直線を取って、まあ、それの、から定められるこの S というのが列交配になるんですけれども、えっと、別の直線、例えばちょっと色変えて青で書きますけれども、で、うまく書けるかな。こんな形。こんな形の直線から得られる S も列交配になります。なんでかっていうと、えっと、ここに書かれている条件を満たすからです。いいですかね。だから、気分としては、この、えっと、F、 というと、土地関数のグラフに、なんかこのか接するような長平面から得られる S、勾配のことを列勾配と言っていると思ってください。で、そうすると、今この例においては、この F というえと関数が微分不可能な点を持っているんですけども、もしこれがですね、微分可能であるとすると、こんな感じになっているとすると、同じような、えっと、 直線あるいは長平面を取ろうとすると、これは、あの、いつもの皆さんが想像するような接線あるいはその接平面になっているということになります。だから、からそういう場合には、その点における F の列勾配っていうのは1位に決まって、それは、あの、普通の意味での勾配になります。それはここですね。てあることです。だから、この普通の意味での、その微分可能な場合の勾配を、まあ一般化、その、えっ、ー、と、 えっと、微分可能であるとは限らない場合にもって、あの、使えるようにしているのが、ここの列勾配であるというふうに思ってください。だから、その、なんか微分不可能であるような点においては、その列勾配っていうのは一位に決まらないんだけども、なんかこのような、なんか接線とか接平面のようなものを、あの、表現しているというふうに思ってください。ということになります。よろしいですかこれは定義です。ので、で、あの、この図はイメージです。 よしですかね。だからまあ、イメージの方を持ってもらえば、イメージから多分定義は、まあ、ちょっと数学的な能力が問われるかもしれませんけども、まあ、復元できるかもしれないようなものになっているということです。だからもう一度言うと、列勾配っていうのは、その点において、X0 っていう点において、一つに、あの、決まるとは限らないわけです。で、そういうことなので、あ書いてあった。 そ全部集めてきた集合っていうのを考えられますで。で、そのことをその点における列微分と言います。なんか皆さんなんか微分とあの勾配、傾きってあんまりこう区別せずに使ってるかもしれませんけども、まあ、ここではその列勾配と列微分っていうのは割とあの区別せず、あの用語を扱っています。つまり列微分、もう一回言いますと、X0 における F の列微分と言ったらそれは X0 における F の列,列勾配を全て集めてきた集合です。 で、その列微分のことを表す記号として、この、まあ、ラウンドを使うということがよくあります。ラウンドパーシャル。どっちかなまあ、ラウンドって言ったらいいのかなラウンド F。X0 と言ったら、これは X0 における列微分。F の列微分を表す記号で、これは集合です。集合で何かっていうと、S を集めてきたもので、S は X0 における F の列勾配であると。だから、F、X0 における列勾配 F の列勾配 S を全て集めてきた集合が、F、 x0 における f の列微分です。ですかね。これは、これは用語なのでそういうものだと思ってください。今、ここに例があります。これ、あの、単純な、いわゆるな絶対値関数、一変数の場合。ですけども、えっと、この、えっと、これは何も書いてない、ね。x、あ、しまった。x、y。だとすると、えっと、x が0における、この点ですね。この点においては、x が0の、の、 においては、この関数微分可能ではない。ので、まあ、この点においては、列微分が1に定まらないんですけども、先ほどの定義に従って考えると、まあ、マイナス1から1までの、えっと、実数は何もかも列微分、えっと、列勾配であるということになるので、そのマイナス1から1っていう区間が、X が0の時の列微分になるということになるわけです。 だから、まあ、気分としては、この0における接線のようなものを考えると、その傾きは、マイナス1から連続的に、じゃ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 っと、なんかこの1まで動かせるという気分を持ってください。というのが、この部分です。あ、この部分かけなかった。この部分ですと。となります。一方で、まあ、X が負の場合、ね、X が負の場合には、その点における、そのまあ接線。 の傾きってのはマイナス1に決まってしまいますよ。だからそのマイナス1だけからなる集合が X が負の場合の X における F の列微分になります。よろしいでしょうかこれが定義です。で、これを使って、えっと、あの、アルゴリズムを考えていきたいんですけども、まあ、この列微分とこの最小解っていうのは、あの、えっと、重要な、えっと、性質を持っていると。 えっと、突関数である場合、関数である場合には、x0 が f の最小解であることと、x0 における f の列勾配として0が現れる。つまり、列微分という集合の中にゼロベクトルが要素として現れることが必要十分になります。だから、これ先ほど、その、えっと、微分可能な場合に、この、えっと、勾配が0になることで最小解が得られる。っていうことを言ったことが、実は列微分に対しても成り立つ。っていうことになっているということになります。 で、これは、あの、まあ、証明しようと思えばできるんですけども、あの、その、微分可能な時の証明の仕方と割と似てるので、ここではちょっとやりませんし、その時の説明、あの、この微分可能である時の証明っていうのを皆さんもしかしたら、微分積分とかっていう授業ではちゃんとやってない可能性があるんですよね。この、あの、多変数の話ってややこしいので、こういうのも、こういうものをですね、証明しようとしても割となんか、 大変だったりするんで、あんまり授業ではやってないかもしれません。ので、まあ、ここでもやらないことにして、まあ、もし興味があったら、あの、微分積分の教科書を見てもらうと、多分書いてあって、それを列微分に対しても適用すると、多分説明、あの、証明できると思いますので、まあ、ここではその事実としての紹介だけにします。ということなので、突関数があって、それが微分可能でないと、微分可能でない場合であっても、この列微分、あるいは列勾配を見ることによって、この最小解、 を見つけましょうっていうような方針が立つわけです。で、つまり今からやっていく列勾配法っていうのは、微分可能な場合の勾配の代わりに、列勾配を使って同じようなアルゴリズムを考えましょうというものになります。で、それが今からやる簡単に紹介する列勾配法です。はい。で、えー、っと、すいません。はい。で、えー、っと、もうアルゴリズム書いてしまいます。サブグレイドエンドメソード、列勾配法です。これは先ほどの 勾配法における勾配をただ単に列勾配に変えたものです。で、そのまま今列勾配これ SI というふうに書いてます。ただ、えっ、ー、と、先ほど言った通り、列勾配というのはその点において1位に決まるものではないので、列勾配をちゃんと選ぶっていうことをする必要があります。だから列勾配を一つ選んで、それを使って勾配法の時と同じような更新をするということをします。で、これが重要なポイントになります。 で、えっと、このアルゴリズムは、えっと、まあ、x0 を決めたら、その後で、この、えっと、列勾配を選んで、あとこの αi っていうのを選んであげれば、えっと、その xi プラス1ってその次の点が決まるっていう形になっていくわけです。だから実際には、そのアルゴリズムを走らせようと思ったら、この列微分の中からどの列勾配を選ぶのかってことと、この αi をどのように選ぶのかってことが実は重要になってきたりします。で、この話は、割と、 大変でいろんな話があったりします。特にですね、この係数 αi、これがステップサイズと言ったりするんですけども、この選び方にはいろんな話があって、ここは工夫のしどころであったりするんですけども、まあなんから一応実は,実は標準。 的な選び方もあったりする場合があったりするんですけども、今からちょっと紹介するのは何かっていうと、だからまず課題として、すみません、課題としては列勾配をどう見つけるかということと、係数アルファイをどういう風に決めるのかっていうことをちゃんと定めないとこの列勾配法はうまく動かないという感じになります。で、じゃあ先にこの係数の選び方の方をちょっと言うんですけども、えっと、えっと、こういうのがよく、えっと、知られてます。 理論的には次が古くからされています。で、これはこれはこの67年ぐらいの古いものに書かれているそうで、これ私は原点は見てないんですけども、そういうふうに書かれている本は見ているので、それをそ紹介します。何かっていうと、αi としてはこのようなその選び方をしましょうと。何かっていうと、αi っていう数列自体は収束します。収束するんだけども、その和は発散する。そういうような、えっと、えっと、数列を 取ってきてくださいと。で、そう、そういうふうにすると、まあ、ある、その、えー、っと、これですね。なんだっけ。えっと、えっと列,えっと、列勾配法によって選ばれた点列っていうのが最小化に収束するということが知られています。だから、まあ、このように選んであげれば、その収束性っていうのは必ず保証されます。 で、今、ここに書かれているような、えっ、ー、と、条件を満たすアルファ i として、例えば、あの、アルファ i として、例えば、i 足す1分の1とかですね。こういうのをなんか取ってあげればよいと。この、そうすると、この和、この和っていうのは、あの、対数関数のような、ような、ような形になるんで、発散します。けども、う一つ一つの項は、収束、えっ、ー、と、収束していくと。ゼロに収束していくと。例えばですね。っていう形になります。 ただ、えっと、このステップサイズの選び方、αi の選び方は収束が遅いってことが知られてます。ので、収束はするんだけども、収束は遅いんで、実際なんか、これ、レッツコバ法を使おうというときには、経験的に収束が早いステップサイズを使うことも多いというふうに、まあ、いろんな本には書かれてます。けども、まあ、理論的にはこれで、こういうものがあるということになってます。まあ、伝統的な話としてですね、あります。はい。で、これが係数の選び方なんですけども、 列勾配の方については、ちょっとこういうのが知られています。えっと、何かっていうと、先ほどのですね、このラグランジュ緩和の最適値関数 G においては、このですね、ラ,ラムダーピンチ B2-A2X と書かれている、この A2-B2X、えっと、の部分、この部分を取ってくることによって、実は、えっと、列勾配が簡単に作れます、ということが知られています。 これ、証明があるんですけども、じゃあ、これちょっと今、時間がないので、これは、あの、補足動画のとして、この、あの、列交配の決め方のこの部分ですね。この部分はちょっと、もう一度言いますね。えっ、ー、と、補足動画として、あの、証明とか、あの、もう少し、あの、ちゃんと説明することにします。いずれにせよ、この、このラグランジュ緩和の最適値関数 G の場合には、この列交配がこのような形で簡単に求められる。ということになります。えっ、ー、と、待ってください。今、大丈夫かな。 何か起きてしまった。えっと、今、皆さん、えっと、見えてますので、ね、大丈夫ですよね。はい、大丈夫ですね。はい。えで、えっと、それで、やっていくということになります。ちょっと今。はい、じゃこの部分は、えっと、ちょっと後で、えっと、補足動画を作ります。で、えっと、ちょっと最後に補足がありまして、何かっていうと、今、列勾配法は、ま、こんな形でできますよっていうふうに言ったんですけども、最近ですね、この、ネステロフの平滑化をす 平滑,化平滑化法、スムーディングメソッドと呼ばれるものとか、えっと、フィスタって呼ばれるアルゴリズムとかっていうのがあって、まあそういうものを使って微分負荷の凸関数の最小化っていうのが行われたりするってこともあります。特にですね、このフィスタっていうのはですね、これはあの、画像処理の論文で、あの、提案されてます。で、画像処理とかですね、信号処理とかですね、 体学習とかですね、そういうところでですね、こういうその微分不可能突関数を最小化するっていう話がですね、よくありますで。よくあるために、まあそういうところにですね、こういうアルゴリズムとかですね、こういう最適化の話がですね、たくさん出てきてるっていうのは実は実情ですので、だからなんかこの最適化したいなっていう要求はですね、そういうところからもいろんなところにあるんだってことが分かったりするという形になってます。で、まあこのフィスタ最近よく使われてるなっていう印象を私も持ってます。まあそれでももうこれ2009年とかっていう形でもう、 えっと、十何年前のアルゴリズムなので、まあ、そこからまた、あの、いろんな発展が最近はあるという形になっているようです。ということで、最終的な補足は終わりにして、今日の話は、微分不可能な突関数に、えっと、の最小化に、別勾配法を使って、まあ、それによって最終的には、えっと、最強ラグランジュ緩和は求められますよという話でした。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。次回ですね、あの、 最後の授業になりますので、えっと、よろしくお願いします。授業評価アンケートに回答する時間も設けますので、準備をしてきてください。はい、はい。では、えっと、これで、えっと、終わりになりまして、皆さん、あの、えっと、授業の、あの、コメントの方、クラスルームの方に行っていただくとあると思いますので、そちらの方を投稿して、今日は終わりになります。ちょっと最後、あの、駆け足というか、えっと、時間が足りなくなって申し訳ございません。では、終わりにします。ありがとうございました。